よろしくお願いします。失礼します。すごい緊張してます。すごい緊張してますし、不安です。私、斉藤佑樹が母校早稲田実業を紹介します。早稲田実業は1200人を超えるマンモス校。僕が所属していた硬式野球部をはじめ、数多くのクラブが全国大会で活躍しています。そんな中で男子バレー部も春高バレーに8度出場した東京屈指の強豪。しかし今年の部員はわずか9人、ベスト4の中では圧倒的に少ないんです。家族みたいな感じでチームが一丸となってみんな同じ方向を向いてると思います。少ないからこそチーム一丸、自分たちで対戦相手を分析し話し合って練習メニューを決めます。時にはぶつかり合いながら強くなってきました。そんなチームのエースは2年生の新井龍之介選手。最高到達点は342センチと全国トップクラスで、鍛え上げたその強靭な下半身からついた名はマッスル王子。2年ぶりの春高へ、彼がチームの命運を握っています。完璧です。ありがとうございます。すいません、以上になります。ありがとうございます。どうでしたか？すごい緊張しました。すごいですね、本当に。なんか職業体験をしてる気分。すごい新鮮でした。チャンネル登録お願いします。スパークも見てねー。